陸上予備ボアスレチックチャレンジカップ最終日29日新潟レンカビッグスワンスタジアム女子 800m は日本記録保持者の久保林東大阪大慶愛好二2年が2分1秒25で優勝したスタート直後からレースを引っ張り続け堂々とフィニッシュラインを越えた久保はこの前からずっと2分3秒台が続いていたんですけど今回2分 1>, 1秒台っていう部分まで行けたっていうことは自分を褒めたいですとすがすがしい表情で話した久保は6月の日本選手権新潟で初出場優勝を果たすと7月に奈良で行われた記録会で1分59秒93の日本新記録を樹立杉森美穂が5年にマークした2分0秒45の日本記録を19年ぶりに更新し日本女子で初めて2分を切った さらに自身初の世界舞台となった8月の U20 世界選手権ペルー・リマでは6位入賞大活躍の今シーズンだったが日本記録を出せたという部分で大きな成長はできましたがまだ1本しか2分を切れていない成長はしているんですけどもう少し成長しないといけないシーズンでしたと冷静に振り返った10月の国民スポーツ大会サガ がどう種目今季ラストレースになる予定今後も最大のターゲットは来年の世界選手権東京の参加標準記録1分59秒00突破タイムへの距離感については自分の中でまだ少し遠いかなっていう部分はあるんですけどできないことはないと思っているのでもう少し持久力もスピードもつけていきたいペースメーカーに引っ張ってもらった方がタイムは 出るんですけど、自分で出せる力をつけていかないといけないと思う。人に頼っていたらダメなので、自分で走っても何本でも1分59秒を切れるようにしたいと話した。電化ビッグスワンスタジアム、女子800メートルは日本記録保持者の久保林、東大阪大慶愛校2年、が2分1秒25で優勝した。スタート直後からレースを引っ張り続け、 堂々とフィニッシュラインを越えた久保はこの前からずっと2分3秒台が続いていたんですけど今回2分1秒台っていう部分まで行けたっていうことは自分を褒めたいですとすがすがしい表情で話した久保は6月の日本選手権新潟で初出場優勝を果たすと7月に奈良で行われた記録会で1分59秒93の日本新記録を樹立 杉森美穂が5年にマークした2分0秒45の日本記録を19年ぶりに更新し、日本女子で初めて2分を切った。さらに自身初の世界舞台となった8月の U20 世界選手権、ペルー・リマでは6位入賞。